FF7 リバース、海外勢の中で黄色のペンキ、こちらがかなり話題となっております。で、結論ですね、海外勢がブチギレ発揮をしていると。で、このね、黄色のペンキとは具体的にどういうものなのかっていったところなんですが、ベトですね、ゲームスパーク、こちらでも取り上げられておりますが、プレイヤーを導く黄色のペンキは本当に必要なのか、ゲームでおなじみの目印、こちらの議論がですね、なんと、ファイナルファンタジー7リバースでもされていると、そのような状況となっております。で、事の発端としましては、2023年、バイオハザード RE4、いや、懐かしいね。こちらをきっかけにして議論が盛り上がりまして、こちらでもですね、黄色のペンキがかなり問題となりました。バイオハザード RE4 では、樽であったりとか、あとははしごであったりとか、至るところですね、本当に至るところで、黄色のペンキで、目印が付けられていたと。で、この黄色のペンキですね、FF7 リバースでもなんやこれみたいな感じで思った方、比較的多いんじゃないかなと思っていて、こちらですね、実際の FF7 リバースの体験版、こちらで付いていたペンキなんですが、明らかに目立っていると。明らかに目立ちますよね。なんじゃこれみたいな。逆に言うと非常に分かりやすいっちゃ分かりやすいんですが、ただこちらがですね、もう見てもらったら分かる通り、明らかに目立つし、で、他の、ものとの色の差がね、激しすぎて、それがですね、ゲームの雰囲気、こちらを壊してしまうと、そのような指摘が相次いでおります。で、これっていうのは、海外だけではなくて、日本でもいろいろ言われておりましたね。っていうか、多くの方が突っ込んでいました。一方で別にどうでもよくねって感じている方もいるので、結構ですね、これは気にする方は気にするし、で、逆に気にしない方は気にしないみたいな感じなのかな。ただ一方で、こちらですね、冒頭でも言った通り、非常にね、目印としては見やすいと。なので、全てのプレイヤーにとって目印が不要なわけではなくて、例えば初心者であったりとか、ライトユーザーであったりとか、で、普段ゲームをやらない方とか、で、あとはその目印があった方が分かりやすいという方もいるので、そういった方々からすると、あ、なるほど、ここ登ればいいんだ。お、黄色で目印がついてる、分かりやすい。じゃあここで登ってしまおうみたいな感じで、で、ルートまで分かっちゃうからさ、要するにサクサクとね、ゲームを進めることができると。で、やっぱりゲームのその根底っていうのは、ストーリーであったりとか、全体像を楽しむっていうところなので、正直こういう崖登りとか作業ゲーっちゃ作業ゲーなので、で、こういったところで迷ったりとかするともったいないじゃないですか。なのでそういった意味では時間の短縮っていったところで、こういった目印をつけることによって、そういった無駄をね、省くことができると。で、極力最短ルートで、こういった作業ゲーのところをね、通過することができるので、ユーザーのストレスを緩和できると。そういった側面もあるので、どちらかというと、スクエニというか公式の、親切心みたいな感じで多分付けられているんじゃないかなと思ってますが、ただ最近のゲームってさ、黄色ペンキはちょっと極端なんだけど、他のゲームとかでも似たような傾向が結構あるので、これっていうのはおそらくライトユーザーとかを意識しているんじゃないかなとは思っているんですが、これがやっぱりゲーマー目線、特に普段ゲームをする方とか、あとその雰囲気とかをね、とても大事にする方からすると、ちょっとこれやりすぎだろうって感じるみたい。はい。そんな感じですね。ただ結局としまして、非常に賛否両論なんですよね。いいっていう方もいれば、悪いっていう方もいるし、非常に難しい議論だと思いますよ。皆さん、この件についてはどう思いますか？ぜひコメント欄で教えてください。そんな感じなんですが、今回ですね、黄色のペンキの議論がまたまた再燃していると。で、それがですね、今回のファイナルファンタジー7リバースの体験版、こちらに登場した崖を登るパートっていうことで、こちらが事の発端としてですね、またまた再燃している原因となっているっていうことでございますよ。ただ一方で、こちらのですね、黄色のペンキ、これ見てもらったら分かる通り、X 上のポストでなんと2500万件以上、相当すごいですよね。2500万件ってさ、バズってるっていうレベルを超えてバズってるよな。相当バズってますよ。なのでこのことからやっぱり海外というかゲーマーの中ではね、やはり気にしている方がそれだけ多いんじゃないでしょうか。で、多いからこそ例えば反応するので、反応することによってさらにインプも増えるわけだから、結果として2500万件以上表示されているわけなんで、無関心であればそもそも広まることもないので、それだけやっぱりインパクトが大きかったのかなと思いますね。はい。日本でも相当ですね、インプが広がっている状況ではあるんですが、これらの理由からですね、今、海外勢の中では黄色のペンキにブチギレ発狂と、海外というか厳密には日本もそうなんですが、日本ではそこまで、騒がれていない、騒がれてるけど、海外ほどではないと、そういった状況です。確かに黄色のペンキはね、必要かどうかって言われると必要かもしれないけど、別にこういう黄色のペンキにする必要性っていうところはないと思うからさ、例えばそのモンスターハンターワールド、どれぐらいの方がやってるか分かりませんが、なんだっけな、なんとか虫みたいなのいなかったっけ？結構昔っていうか6年前ぐらいだからさ、ちょっと俺も忘れてしまったんだけど、シルベムシだっけな、確か。そういったものがなかったっけ？確かありましたよね。どこ行けばいいかわかるみたいな。あれもね、相当便利だったので、ああいった自然な感じ。ああいった自然な感じの、シルベムシ的なもの。それをね、例えばその任意で、オンにすることができるとか、オフにすることができるとか、そういったことができればね、ここまで、議論されることはなかったのかなと思いました。黄色のペンキとかもそうか。例えばオンにすることができるとか、オフにすることができるとか、もしかすると、今こちらの議論がかなりね、盛り上がっておりますので、この動画撮る頃には、すでに公式が手を打っていて、例えば、この黄色のペンキをオンにする機能とか、オフにする機能とか、そういったものがアップデートによって、追加されたり、で、ないしは製品版出るまで、まだ結構時間があるので、それまでに、改善したりとか、そんなにね、技術的には難しくないと思うから、オンにするとか、オフにするとか、そういったね、可能性、追加機能とかが出る可能性もあるんじゃないかなと思っています。さすがにこれだけね、議論されてると、机に公式としてもスルーすることはできないと思うからさ、俺の予想としては多分ね、これオンにする機能、オフにする機能とかが出てくるんじゃないかな。そんな感じですよ。いやーけどどうなんでしょうね。雰囲気がどうとかこうとか、けどやっぱりそれをね、気にしてる方がかなり多いのかな。やっぱりこの手のゲームになると。まさにね、このファイナルファンタジーっていうのは、通常の RPG とは違って、特にムービーが多いゲームではあるので、もっと言ってしまうと、映画みたいなゲームなんですよ。で、特に没入感が重要であると。そういったことをですね、ファイナルファンタジー16の時にも言ってる方が結構多かったので、そういった意味では、やっぱり、せっかくムービーとかで、没入感が高まっている中で、いきなりですね、アクションパートに移った時に、こんな黄色いペンキが塗られていたら、雰囲気がぶち壊しだみたいな、そう怒る方も、わからなくもないかな、気持ちとしては。気持ちはわからなくもないけど、ただ黄色のペンキが不必要かって言われると、俺はね、逆にあった方がありがたいからさ、サクサクすることができるので、正直これは本当に賛否両論なんだろうね。そんなところで、いろいろなことが言われているといったところですかね。別にゲームだしよくねとか、そういった意見の方もいたりとか、結構ラフな感じの人もいるしね。ただ一方でやっぱりね、こう見てみるとかなりインパクトがあるからさ、いや、どう考えても目立ちすぎだよねっていうことで、予想以上にひどいって感じる方もね、やっぱり多いみたい。わかるわっていう方も多いしね。はい。そんな感じですよね。で、冒頭でも自分言ってましたが、オン、オフ選べるようにする機能とか、で、あとシルベムシだっけな、確か。モンスターハンターワールドみたいな感じで、何かしら工夫することもできると思うので、わざわざ目立つような黄色のペンキにする必要性もないから、もうちょっと何かね、工夫の余地はあると思いますよ。ただ相当これ盛り上がってるよな。ね。すごいよね、これ。いやーけど、ゼルダの伝説も特にそういったものがあるかと言われると別にそういうわけでもないしね。やっぱり必要かどうかで言われるとどうなんだろうな。はい、そういったところで今日の動画はこの辺りで終わっていきましょうか。いやーけど、黄色のペンキ。これ体験版やった時結構ね自分も思ったけどさ、やっぱそう思ってる方結構多いんだね。ってことで一旦動画終わりますので、最後になりますがぜひ皆さん黄色のペンキ問題どう思うかコメント欄で教えてください。ではまた。